この番組で話していた私のお土産、はい、糸計さんからいただいた下仁田ネギエビせんです。ぜひ食べていただきたい。早速楽屋でいただきたいと思います、はい、私は今声の出演だけだけど、はい、はい、作曲家糸計さんの声の出演をしてくださってます。恐縮しながらも、あ、すごいいい香りがします。そうなのよ、ネギの匂いもしてね。これはビールじゃないですか、糸計さん。お水ですけど何でもお茶でもありますよ。あ、緑茶もね、うん、いいですよね。ネギの風味がやっぱりしっかりしてたからね、美味しいよ。あの、美しいですね、見た目が、うん、そうなんですよ。はい、いただきます。うん、あ、そう、後から来るでしょ、うん、ネギが、ネギが、うん、エビ、ネギって感じ。そうそうそう、いいバランスで、はい、これいくらでもいけちゃう系ですね、うん、軽くて美味しい。サクサクしてて、これは上品なお菓子を。いやいやいや、ワロップにお、あの、土産持ってきてくださる方なんて初めてです。あ、そうだったの。初めてです。はい、でも、あの、上ではね、食べれないので楽屋で、はいはい、いただきますが、これはね、美味しいです。これどこで、群馬県で買えるんですか。たまたま大宮まで今日行って、埼玉県の。あ、そうなんですね、大宮に売ってるんだ。大宮駅の中で、あの、お土産売り場みたいなところがあって、うんうん、で、そこでたまたま見つけたんで買いました。ありがとうございます。美味しい。みんなお土産に行ったら買いましょう。私、大宮に大好きな、あの、おにぎり屋さんがあって、うん、はい、そのじゃあおにぎりじゃなくて、今度は下仁田エビせんを買おう。下仁田ネギエビせん。本当に糸計さんはグルメなので、美味しいものをたくさん知ってて、それ糸計さんが美味しいとおっしゃってるな、うん、間違いがない。さすがです。美味しいです。本当にありがとうございます。本日は、そしてゲスト出演ありがとうございました。じゃあ来年の1月30日糸計さんの配信ライブがございますので、皆さん、はい、ぜひ。配信だからどこでも見れるよ。チケットを買ってね。よろしくお願いします。糸計さんでした。ありがとうございました。キラ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 。弦楽堂、弦楽器と素敵な出会いを。厳選された弦楽器があなたをお出迎え。弦楽器との末永いお付き合いのため、お客様が心から末永くご愛用いただけるようお手伝いをさせていただきます。お客様と楽器との素晴らしい出会いをお約束いたします。大阪弦楽堂。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。水谷瑞希でした。